ハイパーゴリック推進剤は、2液を混ぜるだけで爆発的に燃焼するの推進剤である。ハイパーゴリック推進剤は初期に設計されたロケットのエンジンやスペースシャトルなどの宇宙機の軌道制御や姿勢制御に使う再着火回数要求が多いエンジンに使われている。ハイパーゴリック推進剤は反応性が強く毒性があるものが多いため、 市場での燃料充填作業時は完全防護服の着用が必要になるなど取り扱いが難しいという欠点がある。ハイパーゴリックエンジンは2つの弁の開閉によりに液を混ぜるだけで制御できるため高い信頼性を求められる用途に用いられる。ハイパーゴリック推進剤は初期の大陸間弾道ミサイルで使用されていた。 現在では大部分の ICBM は固体燃料ロケット推進である。旧ソ連では潜水艦発射型ミサイルでもハイパーゴリック、推進剤が使用されていて何度か事故が起きている。スプセックスのマーリンエンジンは点火時にケロシンの代わりにトリエチルアルミニウム、マイナストリエチルボランを流し込み、ロックスと自己着火を起こすことで添加剤として利用している。 これにより強い熱ストレスにさらされる点火プラグなしで再始動が可能となり着陸再使用が容易になった。サターン V の F-1 ロケットエンジンも同様にして点火される。ありがとうございます。